プロの手さばき第2弾ということで、今日は川崎さんに来ていただきました。パチ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 、川崎です。ストリテージギアパチ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 。ちょっとね、この木材をいろいろ遊んで見てもらおうかなということで、たくさん直刀をお持ちにいっぱい並べております。ここで買いました、ね、ありがとうございます。本当に川崎さん左利きということでね、左利きなんですけど、使ってる印刀は右なんですよね。これは印刀の左右の動画も私も出しましたけども、それで説明をしておりますので、よければそっちもご覧ください。こんな風にいつも彫らない。あ、そうなんですか。気がするけど左。下書きなし。今はなんかない方がいいかなと思ったんで。木に見える形を出していくっていうやつですか。あ、そう、よくそのね、木に見えるっていう形、仏師とかね、ありますけど、あれの意味って僕なりに解釈すると、そこにあるその立体物の形が、その十分に自分の中でこう見えてるっていうことが、結局木の中に見える、結局、木の中じゃなくて自分の頭の中に形が見えてるっていう状態なのかなとは思いますね。誰にだってその感覚があれば、そうです、そうです、ありえるよっていうことですね。立体的な形が自分の中ではっきりイメージできてるかかっていうことなのかな。ああ、いいお話だ。一番初めはこんな感じで、本当によく分からず、とにかく彫刻刀で彫って作ってたんですけど、今はもうちょっとなんかノコギリで切っちゃってからね、あ、はいはいはい、作ったりはしてますけど、はい、今ちょっと緊張してる。うまく彫れてない気がする。大丈夫です、今のところはカットします。結構印刀でもう一本で結構進んでいかれるんですね。そうなんですよ、僕自身はかなり印刀で作ってる、でも結局印刀だけだと手が痛くなっちゃうんで、最近は平刀とかもそういうようになってきたんですけど、今はあんまり慣れ、トリッキーな。そうなんですか。トリッキーな。これはよくやりますよ。あ、結局なんだ、逆目になっちゃうから、はいはい、それをこう切り込みを入れといて、下方向から上に向かって、そう、こういうその、この根元から上に掘るっていう動きができないから、この印刀を下からこの先を使ってあげると、横にずらしてあげるだけで上向きの動きになるんですよね。その初めに下書きかなりしっかり書いて、その平刀とかで上から落とすっていうのは、ね、絵が決まってて、その絵にこう落とし、なんだ、するのであればいいんだけど、私はそうやってますね。だから彫りながら形を決めるとか、そういう場合はこういう感じに近いですよね。もうちょっと下書き、下書きこうしっかり作る場合もあるけど、そのイメージが固まりきる前にもう彫り始めて、彫りながら形を作っていくっていうパターンもやっぱあるし、下書きで絵があった方が全然やりやすいですよ。絵が あるとやっぱりイメージが、でも結局彫ったら違うものできることもありますけどね。あとその逆にしっかり描いて、その後にこう形にこう切って彫ったりして、しっかり描いて切ったり折ったりすればその絵になるんだけど、なんだろうね、怖くてちょっとデカめになるみたいなとか、その攻めきれないっていう要素もあるんですけど、これ相当やっぱり数を作られてきたからこそ、こうやってただもう木と彫刻刀だけで、形として結構そのワークショップとかで作ってるやつでは実はあるんで、これ。ああ、そうなんです。なるほど。それだからこそその、自分の中でこう形のイメージがすでにあるっていうのもあるんですけど、しやすいという。そう。こじったりはしないですね。こじるのはね、絶対やめてください。歯が欠けますから。こじないな。本当。思います。
そう、こうじるのをその教室とかで教えてて、ちょっとやめてっていう、かけ、かけるっつって、そう、あのとにかくまっすぐ切れるようになってるんでね、これは。はいはいはい。あの、お、なんかもういつもと違う形になってきましたね。いいじゃないですか。これよくされるんですか、ライブ？え？ライブカービングは。しないですよ。あの多分こんなに慌ててやったからもう手が明日痛いですよ。マルトは全く使ってないです。全くなんですね。あの昔からですか？そうですね。結局その自己流なのでなぜか使わなかったですね。なんかそのマルトは、マルトの形に切れるから好きじゃないんですよ。決まってるから。そう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 、持ってる R が決まってるから。そう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 、あ、マルトで彫ったなっていう形が好きじゃないんです。そう、要は同じパターンで彫れちゃうじゃないですか。で、同じパターンが彫れちゃうと、なんかもうそれはそういうパターンという意味であんまり好きじゃないかもしれないですね。その辺、このなんだ、平面とかで彫れば、まあ、ニュートラルなその形、決まりきった感じがない。そう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 、かもしれないですね。いや、珍しいと思いますよ、マルトをろくに使わないっていう。まあね、研ぐの大変だし。ああ、なるほどね。なんかそのもう結局自分なりのこだわりじゃないですけど、はい、そういうのがあるかもしれないですよね。まあ、また変わるかもしれないですしね。あ、そうですね。まあ、あと多分人よりってことないけど、そのまあ一刀彫り的なそういうスパっていう断面は好きでというか、はいはい、そのちっちゃい動物シリーズに関しては、そのスパっていう断面が最低限の面の数でできてる感じありますもんね。そうですね。で、結構そのデザインするのもそうだけど、その技術的にスパッて切ること自体実は難しいですよね。ちょこちょこ当てちゃうし、その要はその綺麗なスパッていう断面はなかなか実はその思い切ってスパッて切るのって難しいみたい。そうですよね。ね、教室とかで教えてて、はい、すごいちょぴちょぴって削ってて、はい、あ、でも全然ここ削れますよ、ズバズバズバって削っちゃって、あっていう、さっき大事に掘ってたところがなくなっちゃったっていうのはありますよね。あとその木をね、手に持って掘る時のやっぱ危ない危なくないだと、やっぱ刃が木の中心に向かってれば基本的に大丈夫なんですよ。あ、はあ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 。こう、こう上滑りしそうだと危ないけど、はあ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 、木の中心に向かってれば大丈夫ですと言ってます。何かしかが出てきたですね。出てき方が面白いっす。ああ、うん。あとなんか彫刻刀とかもなんとなく持ち替えてますけど、実際なんとなくっす。結構あの平だけでやればやれるし、刀、はいはい、だけでやればやれる、うんうんうん、あとこのなんか動物シリーズは結構僕もともと僕はですね、あのすごいそのそなんだ、食べ物をそっくりに木で作るっていう、ここから始まったんですけど、この動物シリーズは結構その角張ったデザインっていうか、そのカクカクさせてるのが、ちょっと本当打って変わったというかね。そうそうそう、そのまあ手で木を掘って作るから生まれるデザイン、形っていうのもやっぱそのまあその手で掘る価値の部分あるかなという、加工機で削ってできるとかじゃなくてね。そうそうそう、うん、手で切るからできる形っていう、あのやっぱ初めのそっくり食べ物シリーズって、多分今のそのデフォルメしたかのような動物にもやっぱ効いてるっていうかね、見る人側にとってもこういうことができる人はこういうものをやってるんだっていう。そうですね、振り幅っていうかね、自分の中で制約をこうね持たせていった方が生まれるものとか、あと見てる人に伝わりやすいっていうところもあるし、でもそれを縛りね、そう、それをまた超えたものっていうか、それを自分で縛られないで生まれるんだものというか、
まあなんかそういう要素がありますよね。なるほど。例えばスケール感を統一して初め作ってたけど、いやなんかもっと全然違うやつとか、その体の縮尺感とかももう全然もっと自由に本当は作ってもいいんじゃないのかみたいなのもあったり、でもそのガチャガチャになったのは統一感があるからすごくその商品化しやすいみたいなのもおっしゃってたんで、まあ分かんないですけどね、何が何に。動きが細かくなってきました。あ、そうですね。でも結局ね、あのちっちゃいクホルっていうか、細部に入ってくると動きも小さくなるし、削りカスも小さくなるし、というとこで、とか言ってまた違うとこ掘り出しちゃった。じゃあとりあえずこんなもんで、ほい、切り落としちゃいます。あ、でノコギリを引くときは力の入れ方とかも意識しなくてよくて、大事なのはまっすぐ引くことだけ考えると他は考えなくていい。ちょっと長かったな。まあでも結局ね、手に入れて、はい、ちょっとそのここ長めに切っとかないと、結構その、怖いんでやっぱり、そこは取り返しきれなくなっちゃうんで。そうですね、まあ、これ坂目だけど仕方ない。そうなんですよね、これ坂目なんですよ。あの本当はなんていうか、そこから小口に向かってが習い目なんだけど、まあ、横から横から陰刀突き刺して、あの縦切り込み入れて、こうやればまだ一応、汎用が、ここがねちょっとこの隙段差があるだけで足に見えるんですよね。この材料は掘りやすいですか？それなりに掘りやすいですよ。基礎ヒノキ、そうですね。ヒノキは結構掘り跡もってか、あの木の目が綺麗だから、割と最近その木目を残した形で、生地仕上げの、塗りもね、全部塗るにしても薄く塗れば結構、木目を生かして、彫刻刀の持ち替えよりもあのメガネの付け外しのが多いですよね。そうですね。メガネはね。普通の切り替えの方が多いな。いやね、やっぱね、近くをすごい、もう要は目から15センチぐらいをずっと見てるんで、はい、やっぱその裸眼だってメガネかけてると、やっぱ目がすごい痛くなっちゃうんですよ。なぜかこの足の裏をね、調整するときはね、この右の咽頭がなんか使いやすいです、この平らな面を使って、で平刀だと押すからあれだけど、これだとこう切れるから川崎さん左利きだから左ですね、これね。そう、結局あの彫刻刀が木に当たる角度で削れていくんでね、今は足の裏っていうその真っ平らな部分を作りたいから、さすがにその咽頭の表側、刃表で、まあ、平らやればやれるけど調整はすごい難しいんで、不安定ですね。なんで初めから真っ平らな咽頭で、しかも大きいのを当ててあげれば、なるほどっていう、まあ、それだけです。これはお得な情報ですね。いやー使い勝手があんまりない。隣の高さに合わせるっていうのはこれは目から鱗ですよ。まあ、立たないとやっぱ、カタカタなっちゃうとね、かっこ悪いですもんね。おお。お？でこっちを見てくれているかのような。なるほど。ははー。2面作るわけだ。やっぱり柔軟に始まると作品も柔軟になるんですね。大事だと思うのが、何を作るにしてもね、まあ、違和感、なんか違うなみたいなのがあるっていうのは、要はそのより良い理想を自分の中で実は見えてる、
あのもっとこうしたいっていうのは何かしらあると思うんで、うん、それをこう探ってあげるというかが大事ですよね。あんまね結局見えないとこだからあれだけど、いや大事大事っていう大事です。そっくりで作る時も、うんうん、その見えてない見えないであろう部分も若干作ってあげると、うん、その光が回り込むのか影が回り込むのかわかんないんですけど、うんうんうん、まあぐっと寄るんですよね。なんかしらこうその、まあ、立体物なんで多分なんかちょっと見えてんだかもしれない、うんうんうん、可愛いもなってきたじゃん。おうそう作るって大事なのはね、可愛い可愛いと言ってやればね可愛く育ちますんで、うん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 、僕もね過去ねすごいあのクソクソっつって思い出掘ってた時もあるし、はい、そういうルールはねなんか楽しく作りたいですよね。楽しく作れる時のがいいですよね、うん、だから可愛い動物ってのはそこがやっぱり一個いいとこっすよね、うんうんうん、その自分でねやっぱ見て可愛いその、うん、思えるというか、まあその作業のねその密度っていうか、っていうか本当は作品の作品の中でもあのこう作り込みの密度というか、うん、その変化があっていいはずなんですよ、うんうん、っていうのもあるんですけどね。なんだサボれるとこサボってるじゃないけど、そのあの全部100ではない、うんうん、し結局その見せたいところに視線が行く、うんみたいなのあるな。まあね、写真もあの被写体のピントが合ってれば十分ですからね。ああ、で、そうですね、バックも全部ピント合ってたら、なんどこ見たらいいんだってなるから。そうそうそう、あんまそういうことそういうことです、そういうことです。生きてるじゃん。生きてるじゃん。命。かわいいコロコロ。であと顔をどうしようかな。こっちでこうやって描くとね、描きにくいんですよ。こうやって、あ、かわいいじゃん。猫のやっぱひげがあるとね、はいはいはい、猫になるんですよ急に。なるほど。今これだけだとなんだけど。はーはーはー、いや1時間です。だ、はいたい1時間。不満げな。不満げなにゃんこになりました。しょぼくれ顔に。いや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 。ああ、川崎猫ができた。あ、このね。ちょっと直しますか？え？まだ？すいません。あ、本当だ。笑ってる。ありがとうございます。かわいいですね。お、あ、この、そう、大きさが。あ、これあのサムネにします。ありがとうございます。手垂れなんで。自分で。いいですか？